こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらアズテク4ゴッテンゴッズをプレイしていきたいと思います。本作ジャンル的にはアクションアドベンチャーの作品で、特徴としては主人公が特殊なガントレット状の鎧をつけていて、それで空を飛んだり敵を特殊な方法で攻撃できたりとかするという感じになっています。一応 3D プラットフォーマー的な要素もあるようですが、トレーラーなどを見た限りではどちらかというとやはりアドベンチャー寄り なアクション性になっているように感じました。さてではセッティングなどをチェックしてからプレイしていきましょう。コントロール、ビデオはこんな感じで、ボリュームなどはこう、ゲームはこちら。難易度はイージーに初期でなっていますね。特にいじったわけではないんですが、ノーマルにしておこうかしら。ちなみに当然のように日本語はありません。残念。ということでノーマルでいきましょう。あ、これイージーがノーマル扱いなのか、イージーになっていたってことはどうなんだそこら辺イージーで始めた方がいいんじゃないかって思ってきたんだけど、まあまあいいだろう、ノーマルしておこうぜ。ってことでこんな感じ。ロードしかないっていうのが違和感あるよね。ゲームスタートではなくてロード。こちらエンプティーノーマル。あ、もう一回選択肢が出るんだね。こちらが主人公ズマ、主人公の名前だね。チャンバーまで行かなくては。これは説明が出るかな。 A でジャンプ、あ、2回ジャンプできるね。ふわっとしてるね。ダブルジャンプで上登ろう。あ、結構届かないような感じなんだけど、主人公は掴んでくれるね。ならばいい。 A ボタン、敵がいる方向に、あ、勝手に行ってくれるんだ。なるほど、ちょっと特殊だね。特に私がロックオンしてるわけではないんだけど、通貨が2種類あるようだね。ジャンプターンゴンはトレイをムーブ、あ、こうか。おお、いいね。あ、速い。スライディングみたいな感じで下がいくね。これ結構スピーディーな感じにしようとしたんだろうな。そうですね、攻撃ボタンを押すともう敵がいるところに瞬時にワープしてするので速いですね。腕の能力なのかな。ゲーム的には腕を入手した状態でスタートだけど、これあれか、一旦ゲームが後ろの方に戻って、過去編にみたいなのに戻って、お、出てる。こうか。そうですね、ジャンプして、ジャンプしてから腕の能力使うとブーストになる。前に進める？ダッシュに使える？もしかして。あ、チャージパンチあるんだ。あ、大丈夫。いつでも使えるみたい。で、ジャンプをしてから使うと上の方にって感じですね。ふわっとしてるな。こうか。あ、イニシエのアニメでスクライドというのがあるんですが、あれ2000年代だからそれほどイニシエでもないで、まあそのスクライドという作品があるんだけど、そちらちょっと思い出しましたね。主人公がこう腕が変身する能力を持っていて、殴ればいいんだな。違うのか。俺を吹っ飛ばされたらどういうこと？関係ないのかな？関係ないんかいボスか何かなのかな、本当は。俺が唯一この任務を終わらせる方だ。ここだ。うん、アーティファクトをそこに置け。腕が声出してるってことか。あー、やれ。ここはゲーム的には終盤なのかな。すごい
すごいあれだ、 SF 的なこと言い始めたぞ。緊急プロトコルを起動しますみたいなね。一体何が起きていたんだ。外に何か来ていたっぽいんだけど、うん、大戦によって破壊されてしまったと。うん、アンシエントゴッズで思い出しましたが、結構そのなんか巨大なボスとの戦闘もトレーラーであったように感じたのですが、あ、やはり SF 的なものが混ざるんですね。なるほど。あ、さっきの人が主人公じゃないんだ。髪型ドラゴンボールに出てきても違和感がないような髪型になりましたね。なるほど。ではあそこは過去編ということですか。あ、このこういうパートあるんだ。ずっとアクションが続くタイプじゃないんだ。お母さんなんだろうね。イップ、アクション面が見たいので、エアピンとスペースワイヤーを探せ。あそこに、ああ、ありましたね。あれ、お父さんか。お父さん死んじゃってるのかな。ここら辺はちょっとスキップしていきましょうか。アクションアドベンチャーだしね。まあこういうシーンがあってもね。うむ。の子がどこに行ったのかなんとなくわかるわと主人公言ってるけど、だってメモリー音もあるね。カメラがちょいと特殊ですね。動きが、どこに行ったのか分かるわと言ってた割にはどこに行ったのか本当に何も情報はないな。うん、あそこに行けばいいんだな。
狭いところが嫌いなんだってさ。閉所恐怖症なんだろうか。おった。あ、あれ中央にあったあれじゃん。お、入手した。まあ、さすが入手するシーンは見たかったな。まあ、今回飛ばしたのでしょうがないでしょう。エナジーコアを調べる。思ったんだよね。なんか封印されてるパターンじゃないのかな。だからその腕が必要だったらそこ置いとかないとエナジー供給がどうのみたいな。誰かに殴られた気分。この場から逃げる。どうやって逃げるんだ？これでも結構良いそうですね、今作。カメラがかなり独特な感じ。操作とか動きがね、キャラクターの動きについていけてないような、そんな印象がありますね。ここから逃げる。さて、どうするのか。これか。やっぱ兵士恐怖症なのかな。完全に兵士恐怖症の症状ですね。家に帰る。この能力使ってて大丈夫なの？あと家がどこだか正直よく分かんないよ。こっち方面だった覚えはあるけれど。ここ？光が出てるところがゴールってことでいいのかな？多分そうだな。矢印かなんかの方が分かりやすかったのか、のではないからだろうか。ナンスティング。飛ばしていこう。Go to bed。 寝る。腕は？そのまま出てるの取れないの？それ。珍そう。すごく珍しそう。家を出る。お母さんがどっかにまた行っちゃったのか？おお。あからさまなチャレンジ。腕がやってるんだろうな。要はこれだよね。その出どころを探れ。このスライディングしながらの移動好き。プラットフォーム的なものをやはり作ろうとしてたのかな。かなり多いよね、ダッシュゲージ。ダッシュでこのブーストできるゲージ。かなり余裕がある。地面に行くとすぐ回復するから。よし。あからさまに怪しい場所。大丈夫か、主人がどんどん先進んでいるけど。
何かと戦うパターンか？そろそろそういうチュートリアルもあってもいいのでは？違った。基本的にお母さんと話せ。で、家を出る。こっちじゃねえ。こっちじゃない。こっちじゃない、こっち。テポを見つけろ。テポどこ？どっかにでっかい？どっかにでっかい、またエナジーがこうパーッと出てそこに行くんじゃないのか？あれとか、あれ違うのか？オースイッチチャレンジ、これは何だ？ファイヤー。え、これ何？時間制限内にあれを捕まえるとか、そんな感じだったのかな？ヒーリングかな？今試しに使ってみたけど、上ボタンを押すっていうのがあるよね、方向キーの。ここにいるってことはないんだろうな。ここら辺には何もないですね。操作の方はなかなか楽しいですね。どこにいるんだ？見つからないぞ。お前テープか。ミリアと勘違いされてる。誰だよ、ミリア。あった、あそこ。あれ？でもあれチャレンジのところじゃない？さっきの。URT。探し物か。あっちにも一つあって、でもあれじゃないだろうな。あっち方面にもあるんですよね、光ってるもの。これってこの街が結構メインになるのか。思ったよりも広い。これか、あれっぽいな。お、なんかこういうキャラクター、ゼルダに出てきたような気がする。アプリライトキーパーアッツセントラルワークショップ。セントラルワークショップだからセントラルにあるんだろうけど、どこ？
とりあえず高いところに行って黄色いやつね。黄色なのか赤なのか。ウォータラッキングモジュール。Are you sure you want to purchase? No, 待って。ウォーグラップ、インクレスヨーマックス HP。ああ、HP の最大値がアップ。なるほど。これを使用して、まあ、強化していくわけだ。Allow action to grapple onto flat walls on the collision. ああ、これで。壁つかめるようになる。インクレスヨーマックスピード while moving jetpack style. おお、エマージェンシージェットパック。when there's no warm energy left. 一時的にエナジーパックのエネルギーがちょっと使えるようになると。で、どうすんだ？鉄砲を見つける。了解した。ああ、ミニマップが表示されるようになったぞ。ミニマップがよくわからないが、表示されるようになったぞ。これは何なんだ？やめておこう。ミニマップがあるとだいぶ便利だね。おっ、ちっこいの。何か手伝ってみたいなあれか。ナンステインと話をする。実家に戻れ。あのドクロマークなんだ？この子を殺せばいいのか？任せて。違うな、なんかあるな。熱いものか。なるほど。ドクロは集め物。あちらに何か光ってるように見えたけど、あ、あったあったあった。こっちが目的地か。俺そんなに払われてた？こんな遠くまで行ってたんだね。全然気づかなかったよ。ここだ。中に入って会話をする。どちらかというとアドベンチャーの要素が多いんだろうね。テストライトキーパー、ライトキーパーをテストする。了解した。どうやって？向こうだな。フットボールみたいなマークがそうなんだな。ウォールジャンプ。だな。いや、今はやりません。何か始まるか。お、なんか襲ってきた。ボス戦、ボス戦。こういう巨大な敵と戦ってる印象があったんですよね、トレーラー見た限りだと。あ、これなるほど、穴が開いてるから、あれが開くところな、開くところっていうか、当たらずに通り抜けられるところか。おっと。
これをあと何回か繰り返していけばいいんだな。よっか。あと1回。ついでに雑魚敵も出現している。行動パターンが変わるのかとも思ったが、そういうこともないか。これをあと3回繰り返すっていうことか。あ、でも敵なんかちょっと変わった。違う、そういうわけでもない。これが気になるんだが、やべ、エネルギーが切れてしまった。これブースト中のエネルギーの量アップみたいなスキルもあったような気がするので、それとか取りたくなるね。HP ちょっと回復。ダメか、できないか、できないな。ちょっと敵の攻撃に当たりすぎてしまったからな。なるほど、あの3つを破壊すればいいのか。ちょっと待って、一旦こいつを回復して、そろそろ攻撃が来るんだよね。これが来るのでとりあえず避けちゃう。HP そんなにないからね。やべ、間に合うか、間に合った。よし、いけた。いけるか。あ、やべ、ちょうどのタイミングで、ジェットが、ジェットというかね、あのバックのあれが切れてしまった。倒せたか、倒せた、やったぜ。うん、終わりを調べる。これがやっぱりあるんだ。スキップ家帰る。この状態だったら結構強化もいけそうだけど、さっき敵倒したからね。それ以外にチャレンジがあるから、もちろんそのチャレンジとかこなしていけば、こう、レベルアップをするためのスキルズ、ツリーを解放するためのだね、正解のポイントがもらえるから、それでもいい感じかな。見えん。いやよ、主人公違うよ、ただ俺は家の中に入りたいだけだよ。夢を見てた感じだね。これ飛ばしてるけど、いろいろ飛ばしてるけど、それでも結構時間がかかっているので、やはりボリューム結構あるんだろうな。
目的地へ行けと。いわゆるチュートリアルだよね。でもおっと危ない。おお、なんかいるなんかいるなんかいる。アズテクだし、ケツァルコアトル的なあれか。この腕に封印されてるやつなのかな。うん、やはりそうか。とりあえず腕にいるやつですね。封印されてる神みたいなのの一人なのかな。 Midnight in the workshop。 ワークショップでナンシーに会う。あ、ここか。ワークショップ、ごめんごめんごめん。デポを見つける。これでまた街を探索する形か。なるほどなるほど。さてと、といったところだけど、そろそろプレイを終了しましょうか。そうですね。本当に思ったよりもボリュームがありそうな形なので、30分ちょっとのプレイではちょっと言えるところが少ないですね。さっきのボス戦はなかなか楽しかったですね。一方、そのステージなどに関してはカメラ周りと主人公の挙動がちょっと操作がしづらい挙動であるため、この、飛んだりするの自体は面白いんですけどね、少々特殊で人を選ぶかなという感じですね。これで完全に精密なプラットフォームを要求されたならば、多分ないと思うんですよね。そういう操作性じゃないんですよ。精密な動作ができないようなタイプ。かなり、細かい操作をするんだったら調整をしないといけないかなという感じになりますね。大雑把だけど、その分操作が爽快性がある感じですね。ダッシュをしたりとかしていると、こう、主人公スライディングみたいな感じで、さーっていく、これとかもいいし。攻撃の挙動もちょっと、あれなんで、敵のところにそのワープして攻撃しに行くけど、あれだけという感じでしょうね。スキルツリーはもっと開けていけば新しい能力が手に入るかもしれない。というのもコントローラーでプレイさせていただいていますが、使用していないボタンがまだまだあるので、そういったものが使えるようになるかもしれないですね。一応その作品のタイトルというか、Steam のタグ、誰でも入れられますからね。そちらにはプラットフォーマー、精密プラットフォーマーとありますが、どちらかといえばやはりアドベンチャーゲームでしょうか。よく見てくれている方にはね、キュレーターの方でプラットフォームゲーム作品を取り扱っているんだけど、そちらの方で注意書きだけしましょうか。一応どちらかというとほぼアドベンチャーゲームという感じですね。プラットフォーム要素が全くないわけではない。プラットフォーム的な要素としては、その空中に浮かんでよく飛んでいるので少々特殊ですが、先ほどのチャレンジだとか、チュートリアルで出てくるところみたいに、高速で移動していくタイプのプラットフォーム、空中を浮きながらね。で、たまに足場に乗るタイプ、あれにあります。ワイヤーアクションが特徴的なプラットフォーマーであったり、その空中移動が多いプラットフォーマーっていうのも結構あったりしますね。ちょうど空中移動が多いものに関しては、本作のようにそのゲージがあってずっとは浮けない、どこかのタイミングで地面に触れないといけないっていうような仕組みを入れて制限を入れている感じなんだよね。そういう点でそういったプラットフォーマーの系列に入るのかなという気もしないでもないですが、やはりどちらかといえばアドベンチャーですね。さて、で、やっぱり気になったのは戦闘などの点と、プラットフォームとかステージ攻略をメインで今作を楽しむっていうよりは、ボス戦などがメインになりそうな感じがしますね。で、チャレンジなどをやればステージ攻略があるという感じでしょうか。なので、かなり人を選ぶ気はしますね。ストーリーは今回長い感じだったので会話が飛ばしましたが、正直動画的には正解かなと思います。もったいないんですけど、本当は見たいんですけど、
というのも、やはり結構ボリュームがあるように感じましたね、会話の文章に関しては。そちらも気になったら、ぜひね、自分の手でやってプレイしてチェックしてみてください。好評スチームで発売中なので、悪い作品ではないですね。ただ、プラットフォーマーとしてプレイするならちょっと違う。で、まあ、気になる点としては、やはりこのカメラが大きいのと、操作性が特殊だっていうのがあるので、人によっては酔うと思う。酔うと思う。で、緻密なアクションが楽しめる形ではないね。もっと大雑把な感じ。インディーズらしいといえばインディーズらしいでしょうか。なので、そこら辺は注意点として、悪い作品ではありませんが、こんな感じでしょうか。では改めて皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私のツイッターへのリンクなどを貼らせていただいているので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回で次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。お疲れ様です。